三条市では全国で最も高い 39.8 度を観測するなど、県内は各地で40度に迫る猛烈な暑さになりました。長引く暑さで農作物などさまざまな影響が出始めています。照りつける強い日差し。胎内市にある海水浴場です。海水浴客の視線の先にいたのは馬がいます。3頭の馬です。この近くには馬が余生を過ごす養老牧場があり、涼を求めて水浴びにやってきたといいます。珍しい光景に驚く子どもたち。うまい、海に来れるの？泳げます。最高気温が39度を超えた胎内市、猛烈な暑さとなりましたが、馬は気持ちよさそうに体を冷やしていました。馬小屋とか結構暑いので、久しぶりに外で嬉しいなと思ってます。すごく大きくてかっこいい。来てみてよかったです。いい思い出になりました、夏休みの。こちらは三条市、全国で最も高い 39.8 度を観測しました。なんか死にそぎらて、死にそぎらて、つれなんでもざねて。市内のプールでは水遊びをする家族連れの姿が。しかし突然、暑くなりすぎたのでここで利用を一旦中止にさせていただきます。利用を一旦中止にしますので。午前11時、屋外プールの利用を一時中止する案内が入りました。こちらのプールでは水温が32度を超えた場合、もしくは水温と外気温を足した温度が安全に遊泳できるとされる65度に達した場合、屋外プールの利用を一時中止しています。プールの水を触ってみるとかなり生ぬるく、これでは利用中止も致しかねません。できれば外で泳ぎたかったんですけど、しょうがないですね。もうちょっと入りたかったです。連日の厳しい暑さで心配されるのが農作物への影響。上越市牧区の米農家、太田修司さんです。ここはもううちの田んぼです。ここもそうです。ここは全部そうですね。来ました。今ちょうどあのコシヒカリの方が出水って言って、はい、そういう。標高300メートルを超える棚田には雨水や湧き水で育てる天水田が広がります。今日午後、コシヒカリを栽培している太田さんの田んぼに案内してもらうと、稲には花が咲き始めていました。稲の生育で最も水を必要とする出水期を迎えた天水田。しかしその下には、今でこれで6センチ7センチぐらいですかね。10ぐらいですね。大きく入ったひび、その深さは20センチ近くに達していました。本来一番水が欲しい時期なんですが、残念ながら、水がないと、降雨もないと。この地区では2週間以上もまとまった雨が降っていないといいます。さらにひび割れにより根が切れた稲も出始めていて、たとえ雨が降っても養分を吸えず成長しなくなるといいます。本当は今どんな、何が欲しい時期なんですか？水です、水です、水です。あの毎年毎年、異常な高温で、雨が降らないというのが今後あんまりあのいい条件になっていかないんじゃないかなというふうに思ってます。長引く暑さに降らない雨、影響が広がっています。いや、本
本当に暑さの影響広がっています。消防によりますと、今日県内では熱中症の疑いで41人が搬送され、そのうち2人が重症です。県内では明日も上越市で39度、新潟市で38度など厳しい暑さが予想されています。引き続き気温の高い状態が続く見込みで、熱中症に厳重な警戒が必要です。